ネタ大輝率いるミレニアムパレードがファーストシングルゴールデンウィークのミュージックビデオを公開した。ミレニアムパレードは今作から海外大手レーベルとの契約を果たし、グローバルマーケットに本格進出することを発表。プレイステーションの手掛けるパルスエリートワイヤレスヘッドセットの北米キャンペーンソングに起用された楽曲ゴールデンウィークを5月10日にリリースしている。公開されたミュージックビデオはフル 3DCG で制作され、本作からミレニアムパレードの大きなコンセプトとして掲げるコングトング東京、コントン東京の世界観やストーリー構築、登場するキャラクターデザインなど細部にわたるクリエイティブをミレニアムパレードのメンバーである佐々木秀と森広大が主導して制作した。音楽のみならず映像やグラフィック、あらゆるアート表現における斬新なアプローチを提示してきた彼らの最新映像作に注目が集まる。ファーストシングルゴールデンウィーク2024年5月10日発売。 https://millennium-parade.lnk.2/golden-week